まずは新潟のラインナップです。ゴールキーパー今シーズン初出場になります小島、そして藤原、マイケル・ジェームス、千葉、堀米、ミッドフィルダーは島田、高、谷口、高木、本間、そしてフォワードに鈴木です。そして岡山、ゴールキーパー金山、そしてディフェンス今シーズン初出場となります広木、井上、こちらも初出場の阿部隆、宮崎智彦、ミッドフィルダー徳本、木山、白井、宮崎、そしてフォワードに川本と上条です。高木ニアに来た、こぼれてこうか、シュートまで空いてませんでした。最後押し込んでいこうというシーン、最後は谷口です。速いボールニアに蹴って、まあ、キーパーちょっと目の前でマイケル・ジェームスがブラインドになったと思うんですけども、こう最後岡山選手2人こう体を投げ出してますよね。はい、高木また抜きました。鈴木がニアサイド、ファーに谷口、飛び込むか、谷口、島田胸で押さえてシュート、コース変わって、これはコーナーキックになります。新潟右サイドからチャンスを作って、最後は島田、ドリブル仕掛けて鈴木が中、堀米、高木です。再び本間、鈴木へ、鈴木下がりながらのヘディングでしたが、わずかに外れました。堀米、左サイド、本間志音仕掛けて浮かせて鈴木、わずかにゴールの上。そしてボールを受けて谷口、シュート、金山よくセーブしました。新潟がここもチャンスを作っていきます。白井、左サイド、徳本、クロスを上げていきます、前を向く上条、上条右足、シュートだー、小島がセーブした。宮崎木原から中央へ、木山、もう一度宮崎、ワンタッチで出して前を向く上条だー、先制点は岡山、68分上条のゴール、得意の右足振り抜いていきました。ここで位置的には出ているように見えますよね。はい、このパスの時点ではオフサイドではないですけど、この宮崎清良が触った時点では出てたように見えましたけども、ただシュートは低く抑えたいいシュートでしたね。藤原、中では鈴木がポジションを取り直します。高木左足入れて谷口の頭、島田シュートこぼれて、金山がセービングしました。縦に送って本間志音、フリックして谷口、シュート、藤原、金山が弾きました。藤原のコースを狙ったシュートでしたが、うん、新潟コーナーキックのチャンス、クロス上げてヘディング、最後は本間志音が戻りながらのヘディングですが、枠を捉えることはできませんでした。今岡山選手も誰が今枠つくのっていうぐらいの、はい、まあ、戻りながらだったんでね、ちょっと難しかったですかね。本間からのワンタッチ、こう長いボール、高木から本間倒れますが押し込めるか、これで星シュートまではいけませんでした。押し込んでいきます新潟、コーナーキック、ゴールキーパーの小島も上がる、ニアに来たヘディング、バーに当たった、あと一歩のところ新潟、目安の97分を過ぎているこの殿下ビッグサンスタジアム、ここはタッチラインを割りました。ここで試合終了のホイッスル、
1対0岡山が勝利しました。首位新潟相手に勝ち点3を獲得です。